取りに行きますね。まず45度で短く払ってきたら、縦を少し長めに持ってきますね。横のこの、四角に近い火をかきますね。間隔一緒。そしたらこの間隔よりも狭くして、横の位置をこの横の2倍ぐらいで持ってきます。そしたら、上の横よりもちょっと長くして、斜めに降りてきて抜いていきます。そしたら2番目の点がこの下あたりに来る感じで、間隔を揃えて4つの点を打ちます。